今日は、10本皆さんからリクエストをいただきまして、はい、こちら名場面アットマークソライブ 24.com の方でメールを募集しております。皆さんが、はい、こちらですね、こちらのメールアドレスの方に送っていただけたら、こちらスタッフの方でピックアップさせていただきます。はい。さあ、ということで、ヤマピー何本あるかなって、ヤマピー期待が高まっておりますね。あれ以来ですよね。長見をイダッチと間違えちゃダメですからね。よりにもよって、もうね、踏んではいけない地雷を踏んでしまいましたね。はい。おお。先週の対象でしたよね。そうですよね。はい。ヤマピーをそっとしておいてあげてって。なるほど。そうですね。そっとしておきましょうか。さあ、それでは早速参りましょう。まずは14日月曜日モーニングから届いております。それではご覧ください、どうぞ。あ、先週もう返したよという方もいらっしゃいますね。ギリだろどうせと。いや、まあ会社とかだと、もしかするとこうもらったからと、あれいいのかな、見て、あ今ちょうどもらってたように見えたんです。これ写していいのかな、いいのかなという、うん、まあ、うん、仕込んでないですよ、たまたまなんですよ。あ、もらってた、今手に持ってた、まあ、ちょっと秘密ということで。ちょっと見ていきました、まあ、なので皆さんしっかりとお返ししてください。すごいもらってますよ。映ってる、すごいびっくりされる。映ってる。いや、さすがですね、予報センターのアイドルです。もう何度見っていうぐらい、みたいになってましたね。いや、怖いですね、監視社会っていうのはね。さあ、それでは続いてまいりましょうか。同じく14日月曜日の今度はコーヒータイムから来ました。おお、なんでしょう、怖い、どうぞ。こんにちは、時刻は12時を回りました。アソライブコーヒータイムをお送りしていきます。本日は長見中奈子が担当します。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、12時を回りました。ここからは3時間コーヒータイムお送りしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。皆さんこんにちは。あれ、イダッチ顔変えた、イダッチ、あれ顔変わっちゃった、ほら違うでしょ、違う違う、イダッチじゃないよ、長見だよ、長っちじゃないよ、長っち違うよ、長っちちょっと違う、混ざっちゃった。もうまさかそんなことが起きると思わず。もうこの話題で。写真が残ってる。めっちゃ怒ってる。やだやだやだ、何今の。めっちゃ、おいって言ったやつね、ちげんだよってやったやつかな。めっちゃ怒ってた。いや、あ、すっかりね、もうなんかあのカンニング竹山さんみたいなキャラになってきましたね。もうなんかキレキャラね、
いいですね。あ、なんか新たな覚醒ですね。立ち位置が決まった。あ、いいかもしれないですよ。ね、長峰はすごい、はっきりしてるからね。長っちっていうのはちょっと笑っちゃったな。長っちは笑っちゃいましたね。いいなってこと。今度会った時に僕もちょっと言ってみますよ。おいほー長っちっ、ね、またこうやって怒ったしいんですけどね。違うよおい。はい、カメラが回ってないところではどうなるか分かりませんけどね。はい、まだ報告したいと思います。それはね、はい、さあそれでは続きまして14日月曜日のイブニングから届いております。それではご覧ください。どうぞ。秋田県はこの後どっと降ったというリポート何枚か届いていたようです。まだ傘割った方が良さそうですね。帰り道気をつけてください。では関東です。千葉県成田市のおっきりこみさんのうどん、うどんって言っちゃった何でしたっけ、リポートだ、リポートうどんって言っちゃった、恥ずかしいうどん、あのそういううどんがあるんですよ。え、おっきりこみうどんってのは。名前はおっきりこみさんですご紹介しますね。コメントが、寒い北風強し雨強しです。全然違うじゃない、うどんと。あのおっきりこみうどんっていううどんがあるんですね。なので それに似たお名前だなと思っていたうどんって言っちゃいました。秩父のうどんですよねっていただいてます。あの実家でよく出たので懐かしいなと思ってごめんなさい。そして関東ですがやっぱり雨続いてますね。戻ります。へえ、おっきりこみうどんっていうのがあるんですか。ちょっと検索してみよう。どんなうどんなんだろう。皆さんご存知ですか、おっきりこみうどん。僕は初めて聞きましたね。おっきりこみうどん。あ、秩父って出てくる。出ました。あ、ほうとうに似てるけどほうとうよりも麺が幅広い感じ。ほうとうに近い。へえ、これはおっきりこみうどんっていうのは。確かになんか野菜が盛りだくさんな感じでほうとうみたいに見えるっちゃ見えるけど、わ、うどんの幅がもうこれぐらいありますよ。うまそう。なるほどね。ただおっきりこみさんから届いたのはリポートですね、はい、うどんはうどんが届きましたって。あれ送ってもらったのかなみたいな俺みたいな感じになってましたけどね、はい、さあなかなかね、いいリアクションを取りますね、松井木プロも。さあ松井木プロの次はこの方です。15日火曜日のナイトから届きました。それでは行きましょう。どうぞ。なんかこうウェザーのさ、このナイトの12時超える瞬間って儀式があるじゃないですか。はいはいはい、ご存知ですか。はい、草田さんはやったことありますか。私やっやったことないかもしれないですね。じゃあ今日ね、初めての日ということですけれども、はい、どうですか、声の発声などは大丈夫ですか。自信ないですね。大丈夫だよ、だって自由に育てられてるんだもんそうね。あとね、今ここだから20秒ですけれども、今日という日は良き日でしたね。20秒、私の時計だとあと10秒なんですけど。違うよ、あとね。え、嘘。ここで10、5、5、3、まだ、え、まだでしょ。どっちが3、どっち正解、どっち正解。待って待って、私に、あ、3秒、2、1、どうぞ。今日こそ、え、何曜日だっけそこ
水曜日だってば水曜日水曜日かわいいよずるいよ、ね、ずるいよ失敗しました。はい、ということで、なるほどそういう返しがあったかっていうね、なかなか高度なね、ようこそ何曜日だっけかみたいなやつですよね、はい、ナイスボケ、はい、さあ秘宝水曜日忘れられるって、ね、来てましたけど、ねさあ続いても同じく15日火曜日のナイトから届いております。それではご覧ください、どうぞ。鈴木さんのイラスト描いてくれた、あ、ゆかりんじゃん、ゆかりんおいでよ、ちょっとおいでよゆかりんちょっとおいでよ、ちょっとおいでよ、うん一瞬おいでよ、うん、ねごろさんはいいよ、ゆかりんだけ、ゆかりんだけ、ゆかりんおいでよ、ゆかりん、ハロー、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。ね、ゆかりんだけ本当来てくれてありがとう、ゆかりんだけ本当に来てくれてありがとう、いいってば、いいってば、さあニコ生終わりました、だからさ、いいってば、なんでマイクないよ、すげえ、いや違う違う違う、ゆかりんと、ちょっとちょっと、何ですか、ピンクさん、はいはい、私は、はい、ピンクです、これでかい私はゆかりんと喋りたからね、はいはい、ゆかりんとだって絡んだことないから、あ、そうなんだ、そうだよ、へえじゃないよ、ちょっと今忙しいから、いいじゃないですか、僕と絡みましょうよ、大丈夫なんで、ゆかりん言ってはっきり言えた、大丈夫、まあ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 、どうだった、ニコ生とかさやってみてどうだった、まあでも終始声は大きかったです、それ嫌だよね、言ってあげなじゃん、大丈夫だよ、いや無理だ無理だ、ちなみに僕マイクつけてませんから、無理だ、いや本当本当声すごいよね、今通しに行ってますから声を、あ、通しに行ってる、通しに行ってますからマイクしてない、あ、なるほど、参考になるね、私たちも ね、 ね、こうなんかすごいたくさん人いる中でも喋んなきゃいけないから、はい、声の大きさっていうのは学ばなきゃいけません、はい、そうですね、はい、ねごろさん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、拍手でお迎えください、お迎えありがとうございますどうも、ねごろです、呼んじゃった、どうしよう呼んじゃったそんな何回も呼んでいただいちゃってね違う、呼んじゃった違う、お迎えしてない、お出かけください、お出かけ、ねえ、ね、もう本当に一言くどいですね、うん、ねえ、ね、楽しそうで何よりだね、声がでかいですね、うん、まあでも大体成功する人っていうのは声がでかいっていうのは、うん、聞いたことあります、うん、経営者で重要な素質だって聞きました、声が大きい、あ、大きいじゃない、声が通るって言ってましたね、その時は、うん、あいつの場合は通るしでかいよね、うん、でもなんか結婚式のスピーチであったり、あとはなんかちょっとその会社関係のセミナーみたいなやつとか、なんかそのちょっと偉い人の挨拶とかっていうやつに寝頃が出席してると、いちいち笑ってくれるので、大体の登壇者が最後はネゴに向かって話してるんですよ大体どんな人もそうでしたね。この間笑ったのが KDDI の社長がプレゼンしてる時にちょいちょいギャグを挟んでくるとネゴが大笑いしてたら、もう最後もうネゴの方だけ向いて喋ってましたよねKDDI の社長がね、びっくりしましたよね、
本当にそうですよね、登壇者を虜にするっていうのはね、マジですよ、すごい才能ですよ、うん、KDDI の社長は誰なのかなって思いながら喋ってたと思うんですけど、やっぱそういうリアクションを取るっていうのはやっぱりね、いいんですよ、その演者っていうか、その舞台に立つ人にとっては素晴らしいねパートナーになれと思います、はい、ただそこまでの付き合いがいいですね、それ以上いくともうなんかくどくなっちゃうんだよねさあじゃあ次いきます、15日火曜日のない、あれ失礼しました、17日木曜日のムーンですね、はい、それではご覧ください、どうぞ。まあ、今日今後もね、一緒に盛り上げ合いっこしたいなということで、今日もスタジオに遊びに来てくださっているので、早速もご紹介していきたいなと思います、はい、呼んでいきましょうか、はい、それではお呼びしていきましょう、はい、シュークフラッシュの皆さんです、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、私たちがシュークフラッシュです、お土産を、お土産をあげちゃうモフモフでしょ、俺これがね、はい、ということで、フラッシュ金子さん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします、わあ楽しいです、ね、もう金子さん含めこの5人ソラウタファミリーということでいいですかね、多いんだ、もうファミリーファミリーですか、誰がお父さんとお母さんと、ね、おばあちゃんと娘大事なのないですかね、とんでもないですよグループ名がグランマ担当ということでやらせていただきますやっぱりそうね、呼ばせてもらえることもすごく嬉しいので、うん、今後ともどうぞよろしくお願いします、はい、楽しみですね、楽しみだね、はい、はい、ということで、いやーびっくりしましたね、本当僕もコメコメクラブ時代からよく拝見しておりました、まさかね自分たちの番組でね出ていただけるとはね思いませんでしたけれども、いやイズミンのね巻き込み方がねびっくりしましたね、ね、いきなり唐突にファミリーですねみたいな、まあでも本当にかっこいい方たちですね、はい、ね、今後は何かね一緒にできることを願いながらいきたいなというふうに思います、はい、さあということで、続いては18日金曜日のイブニングから届いております、それではご覧ください、どうぞ。さあそれでは以上ここまでお送りしてきました、ソライブイブニングでございますけども、この後はソライブムーンです、アイリンを呼んでいきましょう、アイリン、何の話ですか、CM の話今途中から入ってきたので、うん、何の話題かなって思ったんですけどなんだかんだみんな胸が好きなんだってコメントが今ピョポッと最後に何の話題からそのコメント来たんだとすいません、何の話したんですか、違うんですよ、全然別に胸の話とかしてないんですよ、全然してないんです、そのチャットでそんなコメント私見たことないしてない、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 こらこらぴょこって出てきたよね、ここにね、今え、ソライブってだってそう真面目なお天気番組で、そんな話してないです、そんな話聞いてしてない、そんなコメント見かけたことないんですけど、結局胸が好きとかそういう話してないから、見ちゃダメって来てるん、何ですか、何を、え、スキー場の CM が面白い、あー
なるほど。何ですかこの CM は。すげえな。え、それ、まあ、まさかオンエアはできないとは思いますけれども、ねえね、放送中止になりました。え、そうなんですか。スキー場 CM。 すごい、いろんなバーティーがあります。おあまりにも攻めすぎたので九州の宮崎、そうなんだ、宮崎にスキー場があるんですね。なるほど。あの今のチャットの方にコメントがいろいろ出てるので、あのネットで参加の方はすぐね、あの YouTube ですか、 YouTube を YouTube で検索していただければと思いますよ。はい、さあということで、そんなけしからんカンタロウのイブニングでした。さあ続きまして、18日金曜のナイトから届いております。ああ、それでは見ていきましょう。どうぞ。それではですね、予報センター行ってみましょう。予報センター今日は山下さんということで、山下さん、こんばんは。こんばんは。先日コーヒータイムありがとうございましたすいませんでした本当に申し訳ありませんでした。いや私知らなかったんですけど。本当ですか。はい、永見から LINE が来まして、はい、山下さんが私と茜ちゃんを間違えたよ。お、あ、はい、なんかで名場面でなんか大賞取ったよみたいな。本当ですか。ありえないよねみたいなラインまあ申し訳ないです。私からすると多分まあ入った時期が似てるから、なんかこうちょっとベテラン的なところで被っちゃったんじゃないみたいな。あのですね、あの言い訳じゃないんですけど、ちょっとあの言い訳しても、言い訳じゃないというか言い訳してもいいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、僕はあのお二人にあまりですね、あのソライブはあまり合わないんですよね。合わないですね、はい、はい、なかなか合わないので、はい、ちょっとあの、はい、間違えました言い訳でもねえじゃねすいません、そのままじゃねえ。でも顔の違いは認識されてるんですよね。はい、もちろんです、はい、ただちょっと名前がちょっとどっちだったかなみたいな。はい、もう何も言えないですすごいチャットがなんかいだち許しますかとか来て、いや全然怒ってないですけどね。あ、そうなんだっていう感じ、ちょっと、はい、僕も間違えた夜ちょっと、はい、あの反省して夢に出てきました夢に出てき、怖くてね、怖くて夢に出てきちゃったよね。うなされちゃったよ。いやまあね、人間違えるってのはよくあるありますけどね、間違えちゃいけないって人もいますよね。ね、さっきコメントでね、イダミーっていうコメント、イダミーか、イダチネ、おっす、イダミー、あ、みたいな、イダミーみたいな。それもちょっとやってみますかね。長っちとイダミめちゃくちゃなっちゃったもん。いやまあ2人とももう大人ですから、大人の対応ね。てくれてますよ、はい、カメラの前ではね映ってないとか分かりませんさあ恐縮しきったヤマピーでしたけれども、続いて参りましょうか。19日土曜日のサンシャインから届いております。それでは行きましょう。どうぞ。
マップを見ていきたいと思います。吉野さん作成ですね。はいガーン、沖縄×そして広い地域、これあのがっかりマークですか、がっかりアイコンはい、伝わるかな、これもできませんってことですね。そしてこちら西日本が瀬戸内あたりが三角、太平洋側が丸、宮崎県とか高知県とかでは選択もできそうですけれども、厳しいですな。はい、ということで、皆さんこちらのマップをぜひご自身のいらっしゃる地域と照らし合わせて参考になさってください、うん、ということでみんなの外干しチェックをお送りしていきました。さあそれでは、はい、やっぱりバレました私お腹が鳴ってしまったんですけどバレましたか。うわ、皆さん耳がいいなお腹鳴ってしまったんですよ。お腹すくんですよね。てかね、基本どの番組もお腹すくんですよね。うん、なんかいつやってもお腹すくんですけど、なんかこう時間がこう微妙なんですよ、どの番組も。ご飯食べるには私あんまりこうお腹いっぱいで番組をやるのはダメなので、空腹はいいんですけど音が鳴ってしまうすいません、しれっと流そうと思ったんですけどコメントが来ちゃってちょっと触れずにいられなかった失礼しました。いやー、これはもう検索するしかないですね。泉グー川で、グーってやつの方ですけどね、グー川ね、これでいきましょう。これで元ヤを消してやりましょう Google の検索のね、うん、聞こえなかった、ギル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 って聞こえてましたね。いやでもあのお腹いっぱいであの番組やらないっていうのはよくわかりますね。うん、お腹いっぱいだとなんかポーッとしちゃうんですよね、うん、なんだろうね、その本当にその胃に血液が集まるので脳に回らないんですよ、血液が。だからその思考がねはっきりしない、寝る寝ないっていうよりもなんかねうまく回らないんですよ、コメントが。なのでなるべくそう集中力が落ちるよね、本当そうですよね。うん、お腹空いてる方が集中できるなって、うん、そうライブなんでね、うん、僕も最初その何かその会社入ってなんか経営コンサル担当の人がいてですね、でその人に一時期いろいろ話を聞いてた時に、その人にそのなんかビジネスってものはこういうものだっていうのを結構なんかいい刺激をいただいた方がいたんですけど、ショーンさんではないですよ何を言ってんのこら、違う、え、経営コンサルタントって言っただけです本物本当にちゃんと実績のある方です。名のある会社 の, 取締役とかもされていた方なので違う、あ、確かにイニシャル K でしたね、あの方もねで、そのあ何の話だっけ、その話を、何の話だっけ、あ、そうその方がなんかその食事の話になった時に、その方は絶対お腹いっぱいは食べないって言ってましたね。お腹いっぱいにしちゃうとその考えるその能力が落ちるので、それもったいないでしょって言われ、普通にさらっと言われて、そうなんだと思って、はい、
そうだからもうなんかそういうことらしいですよ、うん、お腹いっぱい食べないんだってどんな時でも、うん、この間また別の話で寝頃がですねナイトの終わって1時で家帰って、ね、その 2時とかなってそれから腹いっぱい食べるんですって腹いっぱい食って寝るんですってお前そりゃ太るわなっていう話をしてましたけど、ね、ラーメンコンサルタントですねあの人はい別に自分で作れるわけではないですけどね、はい、もうメタボで健康診断で引っかかってましたからね寝頃さんは、うん、でもなんかお腹いっぱいにならないと寝れないらしいんですよでこの時間からなんかご飯2合とか食べるらしいんだよもうそれは本当にね本当気をつけてもらいたいですねはいさあ食いすぎだよねなんかね起きた時に胸焼けとか一切ないですってあの人うんすごいのよね、だから朝からまた食べれるんですってあいつの消化する力となんかスルーする鈍感力っていうのはすごいものがありますからね、うん、はいさあそれでは本日ラストとなります、名場面20日日曜日のサンセットから届いておりますそれでは見ていただきましょうどうぞ続いて桜のつぼみの様子皆さんにお聞きしておりましたどうした？どうした？福岡県の福岡市ペコハタコスハタカッタハカタコさんからいただきますスルーできましたねくしゃみがね出ちゃったんですよねいやー花粉でねうまく消しましたねはいねえさすがにくしゃみこれねしたらイヤホンで聞いてる人とかわーってびっくりするぐらいなんか面白い顔芸だったのかなぐらいな感じのねあの被害にとどめたのはさすがでしたねはい今週も名場面投票やってくれってきてますねうん、どれか一個入れたいのがオアキャッチの藤岡のは入れたいですね名場面にのノミネートに1個入れたいですよねヤマピー藤岡ヤマピー、藤岡あやち票が多いかさあもう一個ヤマピー、藤岡、あやちああやっぱこれは長っちを入れとくしかないか黄色長っちはいはいまあ、2つ入ってるなそういう意味では長っちは山P、藤岡、松雪、長っちですねさあそれではこれからちょっと仕込みをさせていただきますねじゃあね山下は2票入ってるぐらいな勢いですからね。こ
これは割れるな。で最後にじゃあその対象作品はもう一回流すというね、この光栄に預かれるということでね、悩ましいですね。ヤマピーは小だけどあえて天使に入れるぜね。え、天使藤岡のも面白かったですからね、あれね。あ、ニコ生出ました。1番藤岡、2番松行、3番山下、4番長地。はい、空ボタンも同じ順番で出ております。さあ、松行のうどんってなんか山田うどんみたいな感じになってますね。埼玉ですからね、うん、松行うどんと美味しそう、うん、食べに行きたいですね、松行うどん。何うどんだっけ。さっきのおっきりこみか。さあ皆さん投票いただけましたでしょうか。難しいアンケだね。さあ投票してください、押してください。さあそれでは参ります。5秒前です。4、3、2、1、シールです。ティーン。さあそれではまずはニコ生から見ていきます。ニコ生、うわー、藤岡キャッチが1位。そしてソロボタンの方いきましょうか。あ、松行うどんが1位ね。ヤマビと長っちはね、多分票が分かれましたね。これ一択だったらね、多分言ってたのかもしれないですけどね。はい、さあということで、藤岡松行コンビで参りましょうか。じゃあヤマピーはもう許してあげるよってコメントできましたけどね、これ一生ネタにされますから安心してください。はい、許す許さないで言うとですね、もう許されてますから大丈夫です。あとは楽しみが残ってるだけなので。はい、ね、もうことあるごとに言われますからね、はい、さあ藤岡キャッチから参りましょうか。はい、それでは見ていきましょう。今週の名場面に入ってなかったんですけどノミネート作品です。どうぞ。おはキャッチ、おはように添える今朝にぴったりのキャッチをご紹介していくコーナーです。それでは今日のおはキャッチいきましょう。今日はこれです。晴れなの？曇りなの？空色教えてね、がそれがおはキャッチです。はい、今日はそうですね、空見戸にもなってました。晴れなのか曇りなのかです。うん、ということです。今日は空色の日ですからね、やっぱり色を皆さんに聞いていきたいなということです。うん、じゃあやっていきますか。はい、さあ来ますよ。じゃあ行きましょう。この後ですよ。行きます。おはよう、晴れなの？曇りなの？空色教えてね。はい、では今日も元気に。最後のいってらっしゃい。最後のなんかもうはいっていうところだよね、あれね、あそこだよね、もう本当に。はい、なるほど。どういう気分だったのかな。なんか落ち込んでる、なんかこう闇成分にもちょっとね見えたりとか
したし、いや本当にもうなんかそこら辺が、うん、その前のもうなんかこう演技のところからそっちの方向なんだみたいな、ちょっとね、あそこでフラグが一回立ってたんで僕の中でのところの入っていうのはちょっとやられましたね。はい、さあそれでは続いて松行プロのうどん食べてみましょうか。それではいきますか。はい、それではどうぞ。秋田県はこの後どっと降ったというリポート何枚か届いていたようです。まだ傘割った方が良さそうですね。帰り道気をつけてください。では関東です。千葉県成田市のおっきりこみさんのうどんって言っちゃった何でしたっけ、リポートでおっきりこみさんのうどんって言ってるうどんって言っちゃったそういううどんがあるんですよただ名前はおっきりこみさんですご紹介しますね。コメントが、寒い北風強し雨強しですおっきりこみうどんっていううどんがあるんですね。なのでそれに似たお名前だなと思っていたらうどんって言っちゃいました。秩父のうどんですよねっていただいてます。実家でよく出たので懐かしいなと思ってごめんなさいそして関東ですがやっぱり雨続いてますね。いやーこれなんかやっぱいいっすね。いやいいっすわこれ。ふう、ね、いやなんかちょっと暑い時にふうってやってほしいもんねおっきりこみさんからのうどんです。いやね、可愛かったね。うん、松行うどんってね、これから読んでいただければと思いますうどんが届くと思わなかったって本当そうですよね。宅急便か届いたのいやー最近台が強いですね。なんか出てきましたね、頭角が。松行うどん買います。わかりました。じゃあソラショップで検討したいと思います。おっきりこみだね。ああ、ソラハクで松行うどん出しますか。ソラハクでおっきりこみうどんでセクシー唐揚げからセクシーうどんへ。なるほどね、おっきりこみさんお呼びするしかないですよ。麺打つしかないっすねこれは。おっきり込みで、ね、コラボしようってどことコラボすればいいんだろうな。おっきり込みうどんって、え、まるちゃん、まるちゃんさんなの？おうどん屋松行ですね。おいやなんかうどんが食べたくなってきましたね。松行の作るうどんが、ね、いや麺は結構ハードルは高いんですけど、でもラーメンもやってますからね。ラーメンができるんだったらうどんもできるはずだ。できたらいいですね。はい、さあということで、以上
今週の名場面でございました。ありがとうございました。皆さんからの、ね、リクエストいただいた中で、ね、今週の、今週の名場面大賞は、藤岡と松雪ね。藤岡のは名場面にはノミネートされてなかったんですけど、ものすごい破壊力があってニコ生推しでしたね。はい、ソライブ本戦の方は松井球丼ね、とんでもない同期だよなって。本当そうですね、とんでもないですね。ヤマピーはね、もうヤマピーは先週のチャンピオンなので、はい、もう迷宮会入れです。もうヤマピーは迷宮会に入れてあげてください。はいはい、もう電動です、はい、このネタでもう名場面に入ることはないですから、安心してください、はい、伝説。そして山下は伝説になったっていうことでね、はい、あれなんだっけ、長っちとイダミーだ、イダーミーってすごいな、はい、じゃあ、ね、この後は僕があのオンエアされてないところでのチャレンジをしていきたいと思います。さあ、じゃあということで、今週の日曜ナイトはここまでとなります。いやー、2時間お付き合いいただきありがとうございました。2時間半でしたね、はい、さあこの後は、オールナイトが始まります。そしてその前に振り返りを、ね、振り返りをお待ちしている方が多いと思いますので、第2部は、この後1時半ぐらいからですね、第2部やります、第2部といっても振り返りだけです。そして第3部は何時から、2時ぐらいからスタートしましょうか。2時スタートオールナイト。そうね、一回休憩取らないとね。僕も先日まですっごい風邪ひいてて、で今でもちょっとあの咳が出てしまうところもあるので、もう2時になったら大体寝てそうですけどね、みんなね。あ、2時あれ25分だっけ、メンテナンスって。そうです、始め、まあいいっすよ、大丈夫大丈夫。さあ、じゃあ AAO で締めましょうか。中締めです、今日の中締め。それでは参りましょうか。今週も元気にね、桜の開花の1週間となりそうですので、テンション上げてまいりましょう。ということで中締め参ります。えいえいおー、今週も頑張りましょう。この後2時からです。2時日曜日ソライブモーニングを担当しました白井ゆかりです。今日は二十四節気春分でした。春分の日ということでお休みの方多くいらっしゃったかと思いますけれども、冬型の気圧配置、太平洋側では晴れてるところが多かったんですけど、関東南部静岡あたりではモーニング中にも雲が広がっていて雨が降っているところ多くありました。
この後だんだん晴れてくるよと言われていたんですけれども、意外と雲が残っていた幕張の空でしたね。やはり寒い体感となっていました。日差しの有無でこの時期は体感も大きく変わっていきそうですので、服装などうまく調節をしていただければと思います。そして今日は春分の日ですから、お彼岸お墓参り行かれる方いらっしゃいますかと空ボタンでもお伺いしていきました。意外とちゃんと毎年行っていますという方ね、いらっしゃいました。うん、そうですね、私はいつから行ってないだろうか、ちょっと気持ちを改めて行ける時に行きたいと思います。ということで、明日も振り替え休日でお休みになっているところが多くなっていますね。はい、もうお出かけ、明日も冬型の気圧配置なので太平洋側ほど晴れるということですけれども、明日からは寒くなりそうです。体感温度の変化ですね、十分にお気をつけいただきたいと思います。それでは明日も素敵な休日をお過ごしください。おやすみなさい。皆さんこんばんは、ソライブサンシャインを担当しました藤岡あかねです。ありがとうございました。今日は3連休の中日、春分の日でした。国民の祝日でしたね。はい、今日は春分なのでちょっとフリップがあるんですけど、春分、日に日に気温が高くなる頃と言われてます。はい、まあ、だいたい昼と夜がこう半分半分になる頃ですね。これからこの先は、昼の時間が長くなっていくということで、はい、季節も進んでいきますね。はい、だんだん春らしくなってきたかなと思います。今日は桜の開花も、東京ですね、予想されておりまして、番組前はサンシャイン中に咲くんじゃないか、発表あるんじゃないかと言われてたんですが、そうサンシャイン中は難しかったですね。まあ、ですがこのあとコーヒータイム中、今はまだ12時半ぐらいなんですけれども、あるかもということですので、いやいよいよですねといった感じです。桜もだんだんこう咲き始めているところも増えてきたり、舞桜も楽しみですね、これから開花するのが。まあ、ぜひ皆さん舞桜、お気に入りの桜登録していただいて、葉桜になるまで追っていただければなと思います。今日空見ども桜を見にお出かけということでしたが、はい、皆さん桜見に行ったりお出かけ楽しまれたでしょうか。まだ3連休はね、明日も1日ありますからね、天気も良さそうなので、ぜひ日差し有効に活用していただければなと思います。はい、明日は私はコーヒータイムかな担当するので、お昼からまたお会いしましょう。それでは今日もありがとうございました。では素敵な夜お過ごしください。おやすみなさい。皆さんこんばんは、今日はソライブコーヒータイム担当しました。ありがとうございました。ちょっとこうマイクなんかがあってライブのような感じですが、このマイクでは音は拾っていませんなんかボーカルの立ち位置っていいですね。ただ私は人の前で歌えるほど歌が上手くないので、おそらく人前で歌うことはこれから先ないかと思います。わかんない、怖いですねそして今日はあのコーヒータイムだったんですけど、空見のこんな感じでした。じゃーん、春分連休開花というわけで、今日は二十四節気春分の日でした。昼と夜の長さが同じになって、で明日以降はどんどん昼の長さが長くなっていきますので、これからどんどん季節の移り変わりを感じることになりそうです。あとは、連休、今日ね3連休の中日だったんですよね。西日本ほどしっかり晴れていたので、お出かけを楽しんでいた方多いと思います。そして開花、あの続々と開花が発表されています。昨日、19日に開花が発表があったのが福岡と名古屋、そして20日に開花の発表があったのが岐阜で、ね、今日東京行くかな、開花宣言されるかなと思ったんですが、
コーヒータイムの時間帯にもありませんでした。もしかしたらってことでサンシャインの時間帯から注目していたんですけど、15時までにはありませんでしたね。ただ外に中継に行った時にもう千葉でも結構何輪か咲いていたので、明日明後日には宣言されるんじゃないかなと思っていますが、皆さんの前桜の様子いかがでしょうか。ぜひぜひリポートで教えてください。明日になると3連休最終日となりますが、明日は晴れアイコン非常に多くなっていますので、ぜひお出かけしてください。ただですね、その後も冬型の気圧配置が続いてしまって、日本海側では雲が多いですし、何より週の後半どんどん来週新しい週間は寒くなっていきそうですので、寒の戻りにも注意してください。明日はお出かけできるところ多くなりそうです。そんな明日、サンセット担当しますので、あ、見られるところ多そうですね。ぜひ追いかけていきましょう。それではおやすみなさい。こんばんは、ソライブサンセット堀井真生が担当しました。ありがとうございました。今日は連休中日、3連休2日目でしたが、皆さん楽しく過ごせたでしょうか。桜の報告もたくさん届いていましたし、お出かけ先からのリポートもたくさん届いていました。よく晴れたところも西日本中心に多かったですね。そして二十四節気の春分、なんだか立春と間違えちゃったんですけど春分でした。日に日に気温が上がって春の暖かさとなっていくということですが、ただちょっと週間の天気見ているとまたこの先気温が少し下がっていくということでしたので、ぜひ体調などくれぐれもお気をつけいただきたいと思います。今日のサンセット、いや最近は気になるリポートで紹介した食べ物がすぐに届くという魔法がかかる時間なんですけど、今日はハーゲンダッツのキャラメルトリュフ味をいただきました。暖かくなってきたのでアイスもより一層美味しく食べれる時期になってきたと思いますが、いや私の中のハーゲンダッツランキング第2位ということで、かなり美味しかったので、ぜひ皆さんはコンビニなどで探してみてください。それでは今日も3時間ありがとうございました。皆さん連休最終日、素敵な一日をお過ごしください。おやすみなさい。こんばんは、ソライブイブニングを担当いたしました江川です。春分の日のイブニング、春っぽいそんな番組になっていたのではないでしょうか。桜のリポートをご紹介したり、やっぱり自然季節を感じるリポートをご紹介していたり、またなんといってもウェザーリポート動画で皆さんがですね、春の空ってテーマだったので、いろいろな春っぽいものっていうのを一緒に写してくださいました。もう勝手にお出かけした気分を味わっていけたかなと思います。今度いつかテーマでね、ちょっとそのお出かけのテーマを皆さんに送っていただけたらいいな。楽しいですね、こう見てるだけでもう本当にお出かけした気分になるそのままですねお出かけした気分になるので、 お裾分けをいただけたかなっていうふうに思います。どうもありがとうございました。それではおやすみなさい。こんばんは、3月20日日曜日、ソライブムーンの振り返りです。今日も3時間ありがとうございました。みんなまだ元気いっぱいですか？ソライブナイトが今日は朝までと伺っていますので、これがきっと流れるのはなんか村田さんの休憩時間みたいな感じなんですかね。
これを振り返りを流しつつ、まあ、休憩するような形なんでしょうかね、うん、多分ニコ生の運営コメントもツッキーも